今ヒップホップってみんな結構言うんですけどめちゃくちゃ盛り上がってる傷じゃないですかなんかそれに関して思うこととかかあるすこのまま砂の城が大きくなるような感じで果たしていいのかみたいな「はーん」って言うじゃんフレンチモーターの話から「はーん」のモノマネしてこのショット一杯飲んだら一問答えてやるみたいな。いやもうそれはねお母さんね心配になっちゃうかちょっとねお母さん考えればねどんどんリリックの単語数がどんどん減っていくみたいな気持ちい 女性のラッパーが増えれば、はい、女性の国会議員も増えると信じている。すげえみたいな、<laughs> どういうことなんですかみたいな。<music> はい、ということで、今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲスト、渡辺翔さんです。よろしくお願いします。 お邪魔してますマジでお邪魔してますって感じなんですけどすみませんなんかいや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 恐縮ですいやーマジでありがとうございますいやこちらこそですいやもうインタビュアーの先輩大先輩なんでいやいやいやもうとんでもないですいやもうだってヒップホップこれはもうやっぱヘッツとしてヒップホップが好きなら渡辺志子を知らない人はいないと思うんすいやいやそんなことはないと思いますよ本当にそう思うんすよいやいやいや長いと思うんですよそうですね割と長いかもねそうですよね 自分ではあっという間って感じなんですけど自分では56年みたいな感じなんですけど結構もう10年以上やってますねやばみたいな死ねる死ねるマジで長すぎだろいやでもマジで何でもやっぱインタビューだったりラジオだったりとかヒップホップっていうものとかメディアってやった時に絶対名前は見るからでもやっぱその実際やっぱインタビューしてる側の問題ってやっぱインタビューしてる側のことをあんまり掘り下げるその 機とかが少はいすることはあってもみたいなそうですだから俺はそこを聞きたいありがとうございます今回ってじゃあ渡辺将とは一体誰なのかこれを俺は知りたかったんですよありがとうございますでもほん誰って感じですよね誰って感じだと思うわマジでいえ まず自分のお仕事を分かりやすく説明するとどういうい感じなんですかそうですね音楽ライターってことに一応してて、はい、そうでもなんか最近増えた事案なんですけど、はい、子供が私3歳の男の子がいて、うん、保育園のママ友とかと話すときに、はい、音楽ライターって言っても、うん、はっみたいな感じなんですよ。<laughs> なんでちょっと勘ぐられないようにちょっとメディア関係の仕事とかしてますみたいな。 ラジオの台本を書いたりする仕事なんですけど、みたいな。そういう感じで、なんか、<ー>あの、あんまり悟られないようにしてますね。はい。はい、<laughs> 基本音楽ライターという肩書きに、はい、してます。えー、え、最初のキャリアの始めとか、どういうことだったんですか。うん、キャリアはね、うん、あのね、あの、まあ、中学生、高校生ぐらいから、めっちゃヒーポップホップ。聞き始めるようになって、そうそう、で、はい、ほで、あの、自分ではラップしたりとか、自分からめっちゃダンスしたりとか。うんはい、あと、まあ、あ。 ステージに上がったりとか、うん、何かを表現することは向いてないだろうなって思ったんですよ。<ー>で、音痴だし、うん、でなんだけどうちの父親が新聞記者で、うん、であのずっとスポーツ専門の記者だったんですよ。えー、で自分は球一つ投げないが 野球についいてめっちゃ書くみたいな自分は走らないけど陸上競技についてめっちゃ書くみたいなでそれを見てたからあ自分はパフォーマンスしないけどそれについて書くことならできるかもと思ったのがもう高校生ぐらいだったんですよなので自分が好きなヒップホッププラスその英語も好きだったからその海外のラッパーが何て言ってるかとかそういうことを訳したいみたいなそういう。 ガッツっていうか夢みたいなものがだんだんこう高校生ぐらいにはもう育っていて <laughs>、うん、なんでもそれに向かってまっしぐらみたいな感じでした<ー>この20年ぐらい<ー>はいそういう感じだったんだ一番最初にヒップホップとかラップとかって出会ったその理由だったりとか、うん、は,いは 一番最初はね、小学校2、3年の時に、まあ、これもちょっといろんなとこで言ってるんですけど、あの、当時、ガチャピンとムックっていうキャラクターが出てくる、ポンキッキーズっていう朝の番組があったんですよ。あ、知ってるってで、 世代が世代の歪みがあるかもしれないですけど後ろの時はすごいそれがまじドンズバだったの、えー。でそんでオープニングテーマが「スタダラパーテ」今も現役で活躍されてるスタダラパーティーラップグループの坊主さんって方が出てらっしゃって「パーパラッパッパッパラッ」っていう,こうラップで始まるんですよねオープニングテーマが。でそんであのこの手拍子と早口言葉みたいな歌なんかえ楽しいみたいなかっこいいみたいな。それが小小とか小3ぐらい ったんで,すよんで同じぐらいに初めてあの映画の「天使にラブソング」とかを見て黒人の人が歌ってる歌ってなんか違うみたいなうそういう出会いみたいなのもあって<ー>それが結だんだん結びついてってあこれがラップだこれが R&B だみたいなのが本当もう徐々に小3小4小5ぐらいからつながり始めてこれが私が好きな音楽なんだみたいなっていう感じでしたなるほどねで書くことにして書くことにしてみたいなそうだから地元広島で東京に上京してきたんですけどそれも同じかもしれないけど広島行ってもマジ何もねえみたいなラチあかねえみたいな仕事ねえじゃんみたいなそのか で、なんで、その、大学でどうしても東京に出たいから、めっちゃ1年間だけめっちゃ勉強して、うんうん、えっと、東京の大学に進学し、ううで、2003年の春に上京したんですね。うん 渋谷のハーレムとか、うんはい、今ネバーランドって箱になってるけど、うん、ブエノスっていう箱があったんで、うん、もうそういうとこにめっちゃ通ってとにかく夜のそういうクラブでどんどん人脈作ってってみたいななんかあったら呼んでくださいとかですぐダンスイベントのお手伝いさせてもらったりとか、はい、でもうほんとはったりで英語しゃべれますみたいな感じででなんかその DJ とかラッパーの人が来た時にちょっとじゃあ食事の時だけちょっと通訳して。 してくれるとか、なんかそういうので徐々に徐々に入り込み始めてみたいな。あ、そういう入り込み方だったんだ。はい。でしたね、地道にみたいな。当時まだ SNS とかもちろん iPhone とかもないので、行って顔を売るみたいな感じでしたね。ハスラやな。ハスラです。そこだけね。そこだけ。そこはハスラしてたって。そうそうそう。当時とかはやっぱ でも当時とかはやっぱあれですよね。うん、その時代は結構日本でももうヒップホップ結構流行った時代です、うん、一時期あったんですよね。<う>第一次ヒップホップブームそうそうそうで。私が高校生ぐらいの時に 「えーとね、そのキングギドラ」の公開処刑とか、うん、まあのリップスライムとか「キクザが来る」とかがドッカンみたいな時だったんですよミーシャさんがデビューしてタデヒカルさんがデビューしてみたいなでそういうブームもありつつだったから高校生の頃から周りにラップやりたいみたいな子とかはちょいちょいいた、うん、でそっから、えー、と上京してきてあんまりそ,その時点では日本語ラップみたいなものはまだそんなに今みたいな全然今みたいな感じじゃなかったからうん、うん、なんていうの クラブに行けばラッパーがいるみたいなこともそんなにはなかったんだけど、あまあでもそれでも、あの、それこそずっとコウ君と一緒にやってるワイズ君とか、はいはい、あの、サイモン君、ワイズ君と一緒によく曲作ってたサイモン君という子がいたりとか、もう解散しちゃったけど、アイスダイナスティとか、トカゲさんがいたラックエンドとか、うんうん、まあその渋谷拠点に、はい、あの、ちょいちょい、もちろん、こう、妄想族の先輩方とかいらっしゃったんで、うんうん、まあそういう方たちを、まあ間近では見ていたすけど、 みたいな感じですよね普通に女子大生だし怖みたいないやも、ね、うそうっすよね結構リアル当時の,そのラッパーとかって、はい、リアル結構ガチだったんですか結構ガチだったんじゃないですかだから<ー>そのもう新宿は新宿渋谷は渋谷交わることは決してないみたいな感じだったんで私その菅さんとか、はい、MSC の皆さん方のライブとか 見たことなかったっすもんね。その時は、まだ。はい。ちょっと新宿怖いみたいな。マジで。<laughs> で、新宿ので活動するラッパーの方たちが渋谷に来てラップする機会も、ま、そんなになかったしっ、そういうことがあっても、結構渋谷のお兄さん方がステージ前列でヤジ飛ばすとか、そういうこともありましたし、結構ね、島がめっちゃ分かれた。 <laughs> その、相模原は相模原みたいな、横浜は横浜はみたいな、はい、感じなんで、だから、違うエリアの箱に遊びに行くと、やっぱ全然景色が違うみたいなのは、当時すごいあったな。<ー>六本木と渋谷でも全然違いましたし、うん、まあ、それが面白かった。 だっちゃ面白かったですけどね。結構いろんなとこ行ってたんですか、うん、でも。そ,でそうですね。大学生から社会人になりたてぐらいの時はマジでアホみたいに遊んでて、うん、だから DJ の人とかも <laughs>、はい、あま,またあの女いるじゃんみたいな。多分絶対そういう感じだったと思います。またちょろちょろしてるじゃんみたいな。マジで。えドンキのフィルで言ってたんですかリアル？えマジリアル修伍ぐらい言ってました。<ー>本当にバカでしょ。で、すげマジ。 1,500円だけ持っていくみたいなで入場料なんか1,000円払って <laughs>、はい、ワンドリンク分500円だけ持ってって、はい、<laughs> あとは野となれ山となれ中入っちゃえばどうにかなるみたいな感じで <laughs> で行ってましたね本当にそう、まあ、そうですよ、ねね、そうそうそうないじゃんだからとりあえず最初の一杯分だけみたいな,ない、ね、<laughs> あとまあ年額等みたいな ID 等みたいなはい感じで。 あのクラブとかで書ってたと思うんですけどそこから実際に今のこの音楽ライターっていう、はい、そのお仕事にたどり着くまでってどういう感じで進んでたんですか、ね、はえっ、ー、とね小,小学校ね大学,、はい、大学4年生の時に、はい、同じ大学のせい、えー、とだダンスサークル入ったのね、はい、大学時代でそのダンスサークルの先輩が、はい、なんかこうヒップホップとか R&B のニュースを専門に扱うウェブサイトを立ち上げるだったかの。はいはい お話が私のところに舞い込んできてでそれもずっと私が何か書きたい、うん、書きたいみたいなことを言ってたから「あ,あ,あそういえばあいつああいうこと言ってたぜ」みたいなのをこう人づてにこう話が回って私のところに降りてきてうん、うん、でそこでじゃ試しにニュースの記事書いてみないかっていうことでそれが、はい、あの実際署名とかもついた最初の 記事でそれでプラスその翌年ぐらいその社会人に私はなるわけなんですけど普通に大学卒業して、はい、新卒で就職したんですよあ。なんだけど、まあ、もちろんヒップホップの仕事やりたいと思ってるからう、ね、何かこう自分のこう営業ツールになるものを作んなきゃと思って、うんはい、アメブロでブログを開設したの。うん、でそしたらそれでそれをめっちゃ更新してたの。毎日 マジっすかそう。だからもう本当にアメリカのヒップホップのゴシップとか、はい、なんかリリックを勝手に自分で訳して、それを載せたりとか、<ー>ああだこうだみたいな感じで、1日3、4記事こういうミックステープ聞きましたとか。<laughs> で、そしたらそれが徐々に徐々になんか広まっていって、そのお洋服屋の店員さんとか、はいはい、時にはこう実際ラッパーの方、ダボさんとか結構当時広めてくれたりとか、<ー>もう本当にクラブで培った人脈の方たち<ー>、<laughs> がまたなんかあブログ読んでるよとか自分のブログで私のブログを紹介してくれたりとかそういうことがそういうことが増えてでちょっとずつなんかもう雑誌の、はい、ファッション誌のもちっちゃいレビューとかうん、うん、1ページだけちょっとインタビューやってみないかとかうそういう話が増えたのが2007年とかそんぐらい。 そのお洋服のインタビュー記事とかもそのラッパーとかその音楽関係の方のインタビューだったんですかと最初最初ね「ウーフィン」っていう雑誌が昔あったんで、あと「カスタム・ロー・ライディング」とか結構「フォー・ダブ・ワン」とかはいにしえのストリートファッション誌が侍マガジン「<laughs> サムライ・マガジン」そうとかあった そういうのにちょっとずつそのレビューっていうんですけどあの例えばなんだろう当時分かんないジブラの新譜が出たとかはい、はい、ジブさんの新譜が当時出たがちょっと曖昧なんですけど <laughs> そういう記事を「ノりキようなアルバムが」とかも、はいまあった JG の新しいアルバムがとか「<ー>イル・ウェインのミックステープが」とか、まあ、そういう濃い記事を最初書く仕事。ううで 最初に、はい、あのインタビューしたアーティストは DJ トモコゆっかラフっていう日本人の女の子2人組がいて、はい、でそのうちの、えー、と DJ トモコちゃんは今イダトモコい田っていう名前で、はい、あの日本人女性で初めてグラミー賞にノミネートされたっていう今度来年の、ね、2月のグラミー賞あるんですけどで、まあ、そうやってずっとすごいインターナショナルな活動を続けてる子なんですけど、はい、彼女たちのインタビューを一番最初にやらせてもらった 雑誌ね、はい、なんか日本人アーティストだと。え、それを。あ、そうなんだ。うん、え、それは、あれなんですか。自分でやったんですか。インタビューそれは雑誌、フロアーっていう雑誌が当時あったんですけど。はい、そこの編集の方が。声かけてくれた。えー、で。そうそう。なんで、そういう、結構、私は、そういう。媒体、メディアの編集の方にすごい恵まれてて。はいはい、じゃ、こういうアーティストだったら、渡辺をアサインしてみようかみたいな。<ー>で、かつ、そ,ううかその、まあ、実際、じゃあ。 その場に行ってインタビューして記事にまとめますの段階でも、うん、やっぱそういう編集の方とかライターの先輩が結構的確にアドバイスもくれてたのう,ん、う,こうもうちょっとこうした方がいいインタビューの、えー、と現場ではこういうふうに振る舞った方がいいみたいなものも<ー>多分私ぐらいが最後の世代なんじゃないかと思うんですけど <laughs> そういうなんか編集の人と二人三脚でみたいなうそうなんでそういう仕事がだんだん2007年ぐらいから増えてきたって感じでしたね。

でまあ、ぶっちゃけさその自分でブッキングとかしなくていいからさキャスティングとかそれはめっちゃもうありがたいじゃないですかもう編集とか全部まとめてくださってに、はい、先方との相手と,とかも私は当日行って、はい、まあもちろん下調べするけど、うん、当日行って話聞いてそれを記事にして終わり,、うん、終わりって感じだから本当にすごく素晴らしいレッスンでしたっていうそう。そうっすよねねな、はい、なかなか、ね、鍛えられる、うん 絶対ねうん、伝えられたっすね、はい、マジでねえ、どういうこと勉強したっすかこれはもう個人的に聞きたいんですけど、はいあまあ、そうだよね、はい、えっと、<laughs> なんかねすっげー覚えてるのが、はい、えと、ね、もともとブラストっていう雑誌があったんですよヒップホップ専門誌、はい、で、ブラストがあってそこの編集長をやってた伊藤雄介さんって方がいてで、彼がブラストの後アメブレイクっていうメディアを立ち上げたのね、うん、で、アメブレイクの仕事で 人面うさぎくんにインタビューしたんですよ。もう10年前。まじ<ー>。マジこの間、うさぎくん、人面めさぎさんここ出てらっしゃったけど、<laughs> 10年前に人面ウさぎくんにそのアメブレイクの仕事でインタビューしたときに、その先輩の伊藤さんから言われたのが、あの、私は結構沈黙が苦手なの。なんか、<ー>沈黙苦手だから、相手が黙っちゃうと、私から畳みかけて質問しちゃうの、また。あ、じゃすいません、質問変えますね。とか、<あ>考えてるときに、 あやっぱすみません、こういうことですかねみたいな。はい、でも、それの沈黙は、相手が考えてる沈黙、答え、なんて返そうかなって、考えてる沈黙だから、そこは、ちゃんとアーティストに考えさせた方がいい、みたいな感じのアドバイスいただいて、確かに、みたいな。<laughs> だよね、と思って。じゃあ、そりゃそうっすよね、みたいな。<laughs> 私はもうおしゃべり好きだからさ、ちょっと黙ったらさ、またすぐ勝手に自分からボール投げちゃうみたいな。でもそうじゃねえんだみたいな。ということはすごい勉強になりましたし、で、あ、ま、とそのテキストにまとめるっていう仕事までが、はい、込みなので、なんかそこもその、はい なんだろういくら相手がこの場でめっちゃ砕けた感じで話していて、うん、例えば私とめっちゃ関係性の深い普通に友達とかにインタビューするとはい、はい、やっぱその友達感みたいなのがあのにじみ出ちゃうわけですよ、ね、インタビュー中も。なんだけど、ね、ちゃんとたくさんの人が読むテキストにまとめる時はその友達感いらないからみたいな<ー>もっとちゃん,ちゃんとこう客観的にまとめてほしいみたいな,、はいなね、そういうことも教わったですね。 ちゃんんとした雑誌ですもんねかそうだからあんまりタメ口ばっかだと、はい、私はいいけど何も知らない読者の人がこれ読んだらえめっちゃ慣れ慣れしくねみたいなアーティストすげえんかすげえ上から見せんじゃねえみたいな <laughs> なっちゃうのでその辺のまとめ方とかは,はい、はい、すごい鍛えられましたねその雑誌で書かせてもらってる時は特に。 なるほどですね。そっかそっか。え、自分の中で一番覚えてる記事だったりとかってあるですか、書いた中で。結構ね、もう書いたら知らんがなみたいな。あとはもうあとは勝手にまあでもそうですよね。ないみたいな感じなんで、まああるいっぱいあるけど、なんかね、そのエピソード、その時の現場の空気感が忘れられないとかの方が強い自分が実際何を書いたかっていう。はいはい。どういう空気感？なんかすっげえ怖かったのが。 私 YG に一回インタビューしたことあるんですよ。お<ー>あのコンプトンからお越しの YG <おー> <laughs> でそれも確か代官山のスタジアムが原宿に移って今の場所になってからなんだけど、はい、マジックスティックの奈緒さんって方が呼んでくださって仕事アートのマジックスティックの奈緒さんなんですけど。はい、で YG にちょっとだけ、まあ、ほんとちょっとだけですよマジ15分とか20分とかインタビューできるっつって、うん、で私がその最近のコンプトンはどんなご様子ですかみたいなインタビューしたらさはい、はい、コンプトンじゃなくてボンプトンなんですよね彼らは、ブラッツだから坂、ねうんうん、組だから。 一問目とかだと、そのコンプトンのやつについて教えてください。はい、速攻でポンプトンなーって返されて、めっちゃ怖くて。本当すいませんみたいな、失礼しましたみたいな。ポンプトンな。真顔,真顔で。<laughs> 確かにだ <laughs> す、ね。すげえ怖かった。すね。はい。 確かに。リアルそういう感じなんだ、でもやっぱ。はい、まあそうですよね。すごいいい方ですよ。の私の取材に応じてくださるぐらいの、はいうん。確かに、確かに。めっちゃいい方なんだけど、もう僕とねって言われて、あとって、って、<laughs> <laughs> そっから記憶ないみたいな。<laughs> <laughs> マジで、何聞いたか覚えてね。<laughs> <laughs> そかからやっぱボンブと言い直したんですか全部、はいうん、確か B に変えたんじゃない <laughs> 多分分かんないけどでもそれもさ <laughs> いきなりさ日本人の女性が来てさ「ワッサメ」みたいな「うん、なんかボンブトンどんな感じ?」っていうのもまた違うじゃないですか。<laughs> <laughs> そそれでめちゃくちゃゃく面白い <laughs> やばいよもうそれでコンプトン「ポンプトンポンプトン」って言,わ言い直されたのがめっちゃあの今も忘れられないそれ忘れられないな思いで YG さんとエピさんとエピソード <laughs> ですね、はい、いやでもそれいう意味ではもう海外の、うん。うん アーティストもだいぶ知ってるですよね。うん、でもなんか思うんすけど、はい、最近全然海外のアーティストインタビューしてないんですよ。<う>海外アーティストたくさん来て,<あ>来てるけどあ。あ、ですよね。で、昔はやっぱりイベントの予備屋さん、イベンターとかプロモーターとアーティストと、はい、あとレーベルが結構この、うん 三位一体みたいな感じで、<ー>みんなで頑張ろうみたいな雰囲気だったんですよ。はい、で、アーティストは自分のアルバムのプロモーションとかをしたいし、うんうん、で、まだその SNS とかがない時代を、ちょっと皆さんこう、不可能かもしれないけど、はい、想像してみて。想像 <laughs>、ちょっと5秒ぐらいちょっと目ずめて想像してほしい。で、だからその、ファン、アーティストもやっぱ海の向こうに住んでるアーティストだから、そうですね。 日本へのファンのリーチの仕方っていうのが、<laughs> <に>もうちゃんとさ、レーベルが用意するインタビューとかしかないわけよ。うん、確かにそうですね。だから、もうインタビューとか、あ、全然もうやりますみたいな。はい、せっかく日本に来たんだから、この日はじゃあ、一日ずっとインタビュー入れる日にプレスデーにしようぜみたいな感じの、自然とそういう雰囲気だったし、はいはい、まあ、あと、うんうん、えっと、 レーベルも、まあ、ニューアルバムリリースしたからじゃあ来日させていろいろねショーケースしたりインタビューしたりしましょうみたいなでそこにもプレスもメディア側もついてきますっていう感じのフルサークルみたいなみんながウィンウィンみたいな感じだったんですけど,ど、ね、最近はやっぱそんなことはもうなくて<ー>ぶっちゃけそのアーティストも別にレーベルの力とかレーベルのお金を使わなくても自分でもうさ インスタグラムなり、X なり、TikTok なり使って直接ダイレクトに、あの、世界中のファンと繋がることができるので、あんまりもそこは重視されなくなっちゃったんですよね。ああ、そうなんだ。で、プロモーターとしても、うん、あの、ライブ前はもちろんチケットを売りたいから協力してほしいけど、うんうん なんかさ来日したタイミングで取材して記事が出る頃にはもう当たり前だけどライブ終わっちゃってるわけ、まあわるね、アトパブとかって言うんですけど、うん、アパブってあんま意味ないって感じだっからアトパブ前パブアトパブって言うんですけど<ー>そうだからなんかもうね最近は前はそこで私もだから雑誌の方とかウェブサイトの方と一緒になってじゃあ今度誰々が来日するから絶対にインタビュー取りましょうとか熱くなって動いてたんですけど<ー>もう最近もうそういう感じじゃないからそそううなんだうそうなので。 そうすね、昔の方がやっぱ多かったですね<ー>ニッキー・ミナージュとかコロンとかそうですよねそ,うなんかそれこそケンデル・キャラーとかンドー最近はあんまりだからううじじだ若者にどんどんなんかさはい、はい、頑張ってほしいんだけどなんかもうマジでクラブで貼ってとか, <laughs> か、はい、お買い物中に貼って で出ててきたたととところをちょっっるとかやってたんですよ、はい、あそういうこともやってた。来日中のアーティストって本当に流動的だから <laughs> 確か<に>でそういうところをキャッチして5分でいいから話を聞かせてくれみたいな感じだしううもう本当あのもう2時間押してるけど、うん、今日はこいつのインタビューをしないと帰れねえみたいな感じで<ー>もう何時間でも待ってましたしでもそういう。 私もそういうもうエネルギーもないからアイザックさんとかにマジでワンオークの玄関とかでこう貼ってもらって絶対インタビュー取るぜみたいなそっかやってほしいそういうことかいやでもねその話聞くとやっぱちょっと俺らまだ足りないなと思っていやいやいやまあちょっとこれからこれからちょっと頑張りたいですね押しかけてってほしい押しけてってね確かにそうそういうことなのかんか俺もそのやっぱそのいやなんか わかんないですけどやっぱそのね日記ミナージュケントルキラマーとかまやっぱその名前もやっぱすごい聞くから桃田美志夫さんもそうだしそういうアーティストもそうだしなんかこう勝手にセットアップされるものだと勝手に思ったかもしれない15年ぐらい前は勝手にセットアップされてたけど今もう誰もセットアップしてないんですよねそういうことっすよねそう。だからま例えば仲良いメディアとかがあるのであればそこに掛け合ってや今度来日するあの誰々の取材をしたいんですけど俺がインタビューしたら載せてくれますかとかそういう アプローチの仕方もありだと思うしもちろんもうメディア持ってらっしゃるからマジさも iPhone とマイク1個持ってさ突撃して自分でアウトレット自分のアウトレットで流せるわけじゃないですか確かにそうなんでもうやるしかないそういうことですねやるしかないですめっちゃノート取ってるんメンタルノート取ってめっちゃ頑張るそっかでもやっぱそのなんか結構うん大丈夫 でも結構インタビューされてると思うんですけどやっぱその見てきてると思うんですよねやっぱこのじゃあ今海外の話日本のヒップホップの話すると昔からずっと日本のヒップホップのこの多分流れとかをめちゃくちゃ見てきてると思うんですけどやっぱんか今のヒップホップってみんな結構言うんですけどめちゃくちゃ盛り上がってる気すじゃないですかんかそれに関して思うこととかあるんですか 今のこなんか率直にこどこまで行くのかしらみたいなどこまで大きくなっのかしら、はい、っていうのはすごいあの楽しみ半分ちょっとなんていうのビビり半分みたいなところはありますね。あビビりっていうのは <laughs> ビビりっていうのは、はい、このまま大き砂の城が大きくなるような感じで果たしていいのかみたいな気持ちは個人的にはあるしちょいちょいこういうのもメディアで言ってることではあるんですけど。はい なんか上っ面だけでかくなって大丈夫かなみたいな、担当、あの担当塾に言うと。うんうんうん。そう、そこへのちょっと危機感みたいなのは。ちょっとあります、ね。あるんだ。で、うん、結構、まあ、それちょっともし可能だったら聞きたいんですけど。はいええ、結構、俺。うん、やっぱ、この。 はい、ことを始めてから、うん、やっぱ俺いろんな方とお話し,したりとかするんですよ。もちろん、はい、でやっぱりそのま詳、あ、細みたいにキャリア。長い人とか、うん、すごい。なんかその先輩の、はい、すごいずっとやってきた方の話とかも聞いてるとうん、うん、結構。若い世代はめっちゃ最高じゃんみたいな感じなんだけど、うん、やっぱもう見てきてる。人からの話を聞くと、うんはい、結構危機感があるみたいなそうす、ね。結構多分ね。長くこういうのを見てきてる人になればなるほど。 私もそうなんですけどやっぱこういうの見てきちゃってるんで次またこの今ジェットコースターわーって上がっててこのまま上がり続けてぐる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 って回ってまた上がるならいいけど、うん、ぐるぐるぐるたって今度急降下したら。 やばーみたいな。ね、自分の食いちもやばーっていう <laughs> あのことは考える。ただでも本当に若い子は <laughs>、うん、若いプレイヤーとか若いリスナーは全然もう百方でいいと思うんですよね。こういうことはやっぱ年長者の方が考えなきゃいけないなと思うしうん、うん、私がすごくあのアイザックさんたちがやってることいいなと思ったのはちゃんとその N ワードのことについてこの。はいあの ポッドキャストで話したりとか、そのマイクロアグレッションについて話したりとか、そこまでを届けているメディアだからめっちゃいいなって思ってたの。で、なんか今私が思っているのは、例えばすごいまあ、うん あのなんだろう別にこれはあのなんていうの変な意味で名前出すわけじゃないから単純に今人気のラッパーたちの名前出すから勘ぐってほしくないんですけど例えば A1 かっこいいとかユーロ l o クスかっこいいとかあのラルフかっこいいとかであのヒップホップっていうものに初めて触れた人がそこから先にどんな情報があるかっていうことが非常に大事だなって思っていてでそこで結局なんかそこのさ日本ジャパニーズヒップホップトップ ヒットみたいなさプレイリストをぐるぐるするだけだとちょっと意味ないな意味ないなっていうかもちろんリスナーの楽しみ方だからいいんだけど、うんうん、私がずっとヒップホップに惚れてこれをもう仕事にしたいとか思って20年ぐらいやってるっていうのはやっぱそれが非常にこうカル,チュアルカルチュラルカルチュラル文化的にも歴史的にもめちゃめちゃ奥の深いものだからなんですよね。うん、でそこをディグって初めてヒップホップってすげえって思ったんすよ。とか ケンドリークラマののの歌詞にもその歴史家の人の名前が出てくるとかね、うん、そのマルコメックスって誰だろうとかマーティン・ルーサー・キングって誰だろうとかなんかそういうところに惹かれてからのこう情熱って感じだからそうなんで別にそこ,うなんていうのそこにたどり着くのはリスナーとかプレイヤーそれぞれの選択だから別にたどり着かなくてもいいとは思うんだが。 でも道は残しておいてほしいみたいな、いそこにたどり着く。だから本当になぜ N ワードと言ってはいけないのかとか。うんうん、その、えっ、ー、と黒人の人のアフロヘアにはどういう意味があるのかとか。うんうん、なんかそういうことを伝えてほしい、まじ。<laughs> <laughs> そこも伝えてほしいと思う、はいうん。いや、マジでありがたいです。とんでもないです。いや、でも本当にそこは。うん 俺たちのこのコンテンツをやり始めてそのいい意味で今ヒップホップが盛り上がってみんなヒップホップかっこいいみんな聴くってなってるのはすごいいいことだけどやっぱそこの正面をもちろんねそこで好きになってもらうのが音楽だからエンターテインメントとして好きになってもらうのが一番重要だけどやっぱその奥にある歴史だったりとかじゃあなんで あの90年代とかねヒップホップのゴールデンエイジまあそれ人によってゴールデンエイジは違うと思うけどなんでじゃヒップホップがゴールデンエイジって言われてる時代のどういう曲があったのかとかなんでヒップホップがここまでね黒人の人にこう受け入れられてるのかとかなんかここまで知って本当ににんかう、はい「うわヒップホップマジやべって多分なると思うんですよ俺はね個人的にはだからそこを俺がやっぱそのミックスだからっていうのもあるからそこを話せるようになったらいいなっていうのは結構思ってやってるですいや 頼むよ <laughs> アイザックいやんか私もそういうこと伝えていかねばならないし自分のラジオ番組とかでも意識的にそういう人種の問題とか話しているんですけどやっぱりさ私が話す内容とアイザックさんの話す内容だとその説得力とかうん、うん、当事者としての意識とかも違うだろうから、うん、でやっぱり、ね、若い方へのこうリーチするパワーとかも違うだろうから。 めっちゃいいじゃんとかめっちゃ言ってるじゃんみたいな「<笑><笑> N ワード当たり前だろ」みたいな言っちゃいけないの当たり前だろみたいなそういやマジで結構、はい、いやもうねでもね、まあ、その話もちょっとしようと思ってたんですけど、うん、多分まあ仕事になったら分かるなって思、はい、うんですかね、分かってくれるなと思ったからなんですけど、はいうん、結構やっぱり YouTube とかのコメントがすごいんですよ<れ>最近マジでやばいですそうだねなんか TikTok のコメントとかも見ました、はい、あマジですか、はい いや私もマジで分かんねえと思ってでも、はい、そのさ本当にさ逆に、えー、と私も小今の小学校とか中学校の道徳の教育とかがどうなってるか分かんないし世界史で先生が何を教えてるか分かんないですけどでも私も実際、うん、あの普通に日本で育って日本でまあ教育受けてきてその人種のさ、うん、歴史とかさ その人種をこういうふうに区別差別しちゃいけないですよみたいな人権教育みたいなことってあんまり深く受けてきてなかったなって思ったの確かに,確かにでえっ、ー、とね私の高校生の時代だから20年ぐらい前でもごめんなんやけど<笑><笑>あの英語の教科書にマーティン・ルーサー・キングのストーリーが載ってたんですよ <laughs>、えー、で、はい、まあアトランタでジョージア社アトランタで生まれみたいな「うんうん、ア h a v e a d r の、えー、マーチがあってみたいな、うん、でも 先生がそこのチャプターを飛ばしたの。で、えーあ、マジっすか日本人の当おばおばあちゃまって先生。で、それは別にそこに差別的な意図はなく、単純に、ねね、このセメスターで、まあ普に日本の学校なんだけど、うん、このセメスターでここまでやってると終わんないからっていくつかチャプターをすっ飛ばしてたのよ。そこよ、ね、この中の一つに、キング牧師のチャプターも確かすっ飛ばしたのよ。はい、で、でもそういうことじゃん。なんかもう、うね、ここ、ここやってくんないんだみたいな。で,ね、で、<laughs> あとその世界史の授業とかもさ、うん、やっぱみんなさ、くそ昔の中国の歴史とかから始めるだかなんなかなかなかさ、1960年代のアメリカの公民権運動とかにさ、多分さ、時間割けないんだよね、きっと。薄いっすよね、あそこね、ちょっとね。ちょっとね、世界史しょうがないっすけどね。ビザンティン帝国とかさ、うね、そういうのとかがさ、バーンって幅ばかせるからさ、なんか。 産業革命とか。しょうが。そこだから、やっぱ学校でも習わないし。そうなんですよね。リーチするポイントがないんですよね。いや、本当そうですよね。<う>まあでも、しょうがないっちゃ、しょうがないですよね。多分そう、だからこそ、誰かがちゃんと教えてやんないと、やべえ。うんうん って思うんですよ誰かがじゃあ誰誰ななななんんんみたいいってうところですよそうだしやっぱ日本にいるとんか私もすごく象徴的だなって思ったのが2020年にジョージ・フロイドさんの殺害事件があってブラック・ライブズ・マターの運動が盛り上がった時に日本のアーティストもそれにちょっとリレートするような曲を何曲か出した方もいてでも結構みんなのメッセージが一貫してなんか。 私たち、僕たちは、あんまり、なんていうの違いのない一人の人間なんだ、みたいな。みんな一緒で、みんないい、みたいな感じの。<laughs> みんな、OK! みたいな。なんか、それすごい。 ピースみたいなメッ別にそれはそれでそのアーティストが投げかけるメッセージだから間違ってる間違ってないの話じゃないんだけどうん、うん、でもそれがすごく日本っぽいなって思ったの結局なんかみんなの良しでいいじゃないかみたいな、うん、とこになる <laughs> でも今ってそのみんな違うことを意識して前に進んでいっきゃいけないみたいな風潮なのかなと思っててそういうところでじゃあなんで N ワード言っちゃいけないのとか。うんうん 納得させるようにに、うん、若い子にね説明すんのマジ難しいなって思,と思うし、はい、そうっすねまあでもやっぱそのまず日本に住んでて、うん、なんかなかなかそのまあ言うても黒人なんて本当少ないから、うん、なんかその分かるんですけどね別になんかその。はい もう分かるんですけど。したことがないですね多分。そうアメリカとかは実際にそれが実際に起こってて社会でもう常に問題になってる状況で今現在で起こってることでまあヨーロッパとかもそうと思うし今現在で起こってることだからみんなそこはむちゃくちゃちゃんと俺も大学向こうで行ったっすけどむちゃくちゃ詳しく教えられるし高校でも勉強してるのに大学でもさらに勉強するからでも日本はそこの話しづらいよなみたいなめっちゃ思うけどそれしょうがないと思うんですよ。俺それもしょうがないと思ってて まあ、いいか悪いか別にしてしょうがない,がないと思うんだけど <laughs> ヒップホップが好きんだったら知ってほしいな。で私もやっぱりあの自分で個人的にニューヨーク行ったりエ LA 行ったり、まあ、アトランタ、うん、ニューヨーリンズシカゴと、まあ、いろんな都市に行くんですけど、うん、やっぱりアメリカに行ってその、ま、マジでリアルな人たちの前でやっぱ、うん、日本でヒップホップのジャーナリストやってますとかやっぱ、うん、言えないっすもんね。なん まあ、そこはめっちゃ謙虚になるというかなあなた方に比べれば私の知識なんてとか <laughs> はい、はい、私の経験なんてみたいな感じになっちゃうんですけど、うんうん、やっぱ日本だけでやってるとうん、うん、やっぱそこってマスクされちゃうっていう,か確かにそうですね分かりづらい状況にどんどんなってい,くいってるなって思う。 うん、なんかそういうちょっと<か> <laughs> 土台が揺らいでしまうというかそういうところにまで意識が届かないままうん、うん、どん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 そのスがどんみたいなフェどん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 こんなところにんがみたいなあどんど <laughs>、はいどん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 ど そういうところも分かって、うん、共有してた。それは、うんうん、プレイヤーもリスナーも同じものを聞いてみて、うん、同じものがやべえ。あの時のフィフティーセントやべえとか、あの時の DJ プレミアやべえみたいなのを、うん、<laughs> リスナーも、あの、プレイヤーも同じ温度で共有してたからこその、なるほどね。コミュニティ感みたいなのが、間違いなかったと思うんですよ。それは服売ってる人とか作ってる人も一緒で。うん、そうでねう。でも、今はじゃあどうなんだろうっていう、なんかその、う,ん、うん、そこの、 温度差っていうかパイオニアとかをちょっともうちょっとこうルーツとかを <laughs> もうちょっとっていう気持ちはある、ね、でも言い過ぎるとすげえうるせえみたいになるからそこはちょっとなんだけどでもやっぱラッパーの人とかビートメーカーの人もそうだけど、はい、私もそうだけどやっぱそのヒップホップで飯食ってるそこで金をメイクマネーしてるんだったらちゃんとルーツにリスペクトを。 払えよっていう気持ちはめっちゃあります。うんうん、確かにね。はい、めちゃくちゃそうと思いました、ねうんはい。なるほどっすね。まあ、ねまあ、確かにね、文化のね。うん、ところはあるっすよね。そうですね。なんかそこをもうちょっとうまいことね、伝える機会があればって、まあ、作らなきゃいけないんですけど。うんうん、そこはちょっとね、あの年を重ねるにつれて、思う感じることっすね。で、かつ、まあ、こんなにヒップホップがでかくなっているんで、うん。確かに。うん、そう、なんか、あの、日本だけで。 でかいフェスやって、はい、しかも全員国内のアーティストで、うん、あの楽しいねっていうのも,もちろんそれは素晴らしい絵だけど、うん、でもじゃあ別にトラップとかドリルって東京で生まれたものでもないしその一つ一つにちゃんとルーツがあって文脈があるで、ヒップホップってやっぱそこをすごく重んじるカルチャーなので、うん、まあ興味のある方はぜひそっちまで、うん、あの興味の矛先を向けてほしいなって思いますね。 いや多分本当に曲かっこいいっすよ曲かっこいいし音もいいし、はい、ミュージックビデオかっこいいし、うん、みんなかっこいいラッパーもめちゃくちゃかっこいいしファッションもいけてるっすけど、はい、多分。 文脈が分かったら、うん、その深みが一個こうガンもっと楽しくなると思う。ねっそれめっちゃあると思いますね,すね。じゃあなんでここでこの人がこういう服着てんのかとかもそうだしうこのジェスチャーに何の意味があるんだとかそういうところまでめっちゃこうなんていうのディグアーティストもディグってほしいと思うんですよねそこはちょっとね 損はないなって思いますね。本当そうですよね。うん、アーティストの方とかも話してもやっぱ思うけど、はい、やっぱ日本国内のアーティストってすごい音楽好きっすよね。すごい好きだし、でしうん、結構出くって人多い。うんうん、むちゃくちゃ苦茶出くってるなって思うから、うんはい、やっぱそこまで行ってなんかやってきてるのかなみたいな思うっすよね。うんうん、だからヘッツとかやっぱ聴いてるリスナーの人たちも,もそこまでですなのもうんうん、どんどんダイブしたらね。ね、本当本当もっとより面白くなるんじゃないかと。 思いますちなみにその日本の,この今のヒップホップ業界でめちゃくちゃいいなとと思う流れかめちゃめちゃいいなと思う流れは、はい、さっきと、ま、めっちゃ矛盾するけどやっぱめっちゃでかくなってる流れはめっちゃいいと思うし <laughs>、はい、あとやっぱその20年ぐらい遊んで今ここにいる身としては、うん、最初はやっぱその例えば。 オーバーグラウンドの人たちにラップとは何かみたいなことからヒップホップとは何かみたいなことから説明しなきゃいけなかったんだけどもう最近はそこをもうすっ飛ばしてるあのもちろんみんなラップは何かヒップホップは何かっていうのが分かった前提で話を始めることができるっていうのは地味にめっちゃ嬉しいっていうのとあと何ですかね。で 15年前とか20年ぐらい前はそのヒップホップの方がどんどんポップとかロックとかに寄せてって、うん。 日本のヒップホップアーティストが日本のロックアーティストとか、うん、ポップス系のアーティストの方にこうフィーチャリングでも何でもこうちょっと寄せてった感があるんだけどうん、うん、今はなんかもうヒップホップのままでかくなるというか a w i チが a w チのままテレビに出るとかバッ t ホップがバッ t ホップのまま東京ドームに出れるみたいな、うん、そのなんかストレート感みたいなのがめっちゃうん、うん。 じゃいいなって思いますね。ああ<ー>、うん、確かにそうですよね。お笑いの人とコラボしたりとか別にコラボ自体は全然いいんですけど、どうしても何かちょっとあのこっちが。 姿形をちょっと変えなきゃいけないった節があったと思うんですよね。でも今はそんなこと全然ないから、それがすごくいいなって思います。なるほどですね。わあ、なるほどですね。いやいやでもむちゃくちゃやっぱあの重みがあるな言葉に。いやいやいや全然ないいやいやいやあれっすよ。いやいやとんでもないっす。いやで。でも本当マジ。う私もこういうラジオとかも、まあライティングとかも長く続けてきたんで、うん。マジで若い人にどんどんもう譲っ いやいやいやマジでだから頼ますって感じですマジでちょっと頑張りたいですけどでもまぁちょっとまあちょっと触りだけでいいんでだからまあそのまあヒップホップ聞いてる方あのまずちょっとこれ2個ぐらい聞きたいなまず1個目は日本国内で聞くならどういう5000ぐらいいったんちょっとこの1体むずいっすか アーティストがいいのかなアーティストがいいのかなアルバムのがいいのかなでもこのさ、ポッドキャストを聞いてるってことは、結構みんなもディグって。まあ、どうなんすかねどうなんだろうそこどうなんだろうえ、ジュマディバって誰ですかみたいな人、あんまりいないじゃないどうなんすかねいや、でも中にいるのかなどうなんすかでも、い一旦もしかしたら知らない人もいるかもしれないんで、ちょっと一回言ってみるじゃないすか。わかんない体で。 わかんない手でここ行こうかみたいな,かない、ね、確かに、はい、めっちゃ難しいないきなり言われると <laughs> そうですよねでもあのー、えっ、ー、とね、はい、えっとね c o <laughs> お<ー> <SA> お。COSA COSA とおむすびは聞いてほしいおお。s a おむ<ー>すび聞いてほしいのとはい。 あと私が最近すごいいいなと思ってるめっちゃ若い女性ラッパーなんですけど MA2 でみつちゃんっていう女の子がいるんですよ。MA2 でみツちゃんがすげえ渋いブーバップに乗る女の子でちょっと前に EP ファースト EP 出したんですけどめっちゃ渋いのよマジっすかなんでみつちゃん聞いてほしいええちょっとこれはじゃあぜひぜひ聞いてほしいですね。 なるほどですね。ここはちょっと、うん、ま、国内であそこから来て、はい、ちょっと、はい、国外、国外で。これ聞きたいです。これまた。 まあ国外でも全然知らねえって人もいるかもしれないねでもね日本人でヒップホップ聞いてる方で US 全然知らない人はやっぱ結構いるしねやっぱそうだ話した感じやっぱいやもうそれはねお母さんね心配になっちゃうちょっとねお母さん考えればねえっとねもう Jay-Z は聞いてほしい Jay-Z はそうですよね j a z 聴いてほしいでしょ確かに絶対そうっすねあと。 あのね、もしかしたらあなたのお母さんとかもハマってたかもしれないけどローリン・ヒルのアルバム「ザ、はい・ミス・エディケーション・オブ・ローリン・ヒル」っていう98年だったかなのソロアルバム<う>彼女は、まあ、あの女性のラッパーでもあるしシンガーでもあるし、うん、アクターでもあるんですけどーローリン・ヒルのファーストアルバムはぜひ、えー、聴いていただきたいので,いであと私はなんせサウスのラップが大好きなんですよ。 であるからして難しいなサウスな最近のサウスじゃねえんだよな最近のサウス違えた最近のサウス言うたらまあ <laughs> ラムイゴスとかね<ー>とかビスコットとかももちろんあのサウスのね人気ラッパー方なんですけど、はい、したらね T.I. かな<ー> T.I. アトランタのトラップミュージックのベースを作ったラッパー、はいはい とといいうことででげたいんですけれどもトラップミュージックの源流ってまあいろいろあってあそうですよね、はいでまあ、ヤングジー g z とか T.I. とかってアーティストが今に続くトラップの基礎を後のあとの辺り作り上げたラッパーなんですけどー、はい、まあ T.I. の、ね、トラップミュージックっていうアルバムがあるんでトラップミュージックっていうアルバムがあるんだ,あるんだミュージックのスペルが MUZIK <I S 2> <で>ミュージックはいミュージックトラップミュージック <laughs> そ,うその次のねキングっていうアルバムを、はい たぶんそこから出てアルバム自体俺アルバムとかすごいあんま分かんないんで単体でめっちゃ聴いてるけどそうですね TI とか正直もちろん知ってるしもちろん聞いたことあるけどアルバムこのアルバムとか分かんないですねもうねすごい今3名上げたの本当にもうね あのめっちゃ OG なんで、若者じゃなくてごめんって感じですけど、まあ若者の曲は多分勝手にね、あのみ流れてくるかもしれないですね。勝手に流れてくるから、そう、そう、ちょっとクラシックな作品をちょっと押しておきます。なるほどですね。えでもクラシック聞く重要性はあるですよね。そうね、でもみんなも忙しいだろうから。 タイパがねタイパがよくないかもしれないけどでも聞いとけっていう <laughs>、うん、まあ私からと、ねするね、聞いとけっていう気持ちはあるし、うん、だからさっきも言ったけどトラップとかドリルとかうん、うん、渋谷で生まれたもんじゃないからなっていう。<laughs> 感じがある。そうですね。そう思ってる人もいるのかな。横浜で生まれたんじゃねえぞみたいな。ラルフが作ったんじゃねえぞ、ラルフはリスペクトしてるけどみたいな。確かに。そうですね。すみません。そう。はい、なんで、そ、れがどこから来たのか。で、まあ、ちょっとね、ちょっと調べれば、もう出て。きまあ、もちろんそうですよね。感じなんで。確かに、確かに。そういうのも聞いてほしいな。そうですね。日本のドリルとか。はい。 作られる武器だと思います俺結構ドリルって地域ごとで結構分かれてるイメージあるじゃないですかそう、ね、はいシカゴとかロンドン島とかねかそうです,そ,うですそれで言うたらやっぱどうなんですかね、はい、ブルックリンとかもドリルみたいな、ね、例えばポップスモークとかも、うん、最近であるけど、はいはい 日本のドリル作ったらいいんじゃないかみたいな話聞くんですけど、はい、それについてどう思います難しいねでも <laughs> トラップのビートとかもそうなんですけどトラップもやっぱすごい地域性が、はい、あの重視されるうん、うん、っていうかそこの,そその文脈ナラティブが重視される音楽だと私は思ってて、はい、でねなんかその日本のラッパーの人も俺がラップ今ラップするのはこのドリルビートしかねえって思うのであれば。 どうぞって思うが、うん、流行ってるからちょっと乗ってみようかなみたいな気持ちだとお前それでいいのだって、ね、マジアメリカのラッパーはさ、うん、あその地域をまたいでこのラッパーがドリルこの人の作ったドリルビートに乗ること っってていいうううののはどういうことなのかって下手したらちょっと命が狙われるぐらいの騒ぎになることもあるわけじゃないですか地域のこうブロックをまたいだ構想とかもあるからかそれぐらいやっぱ、まあ、全くそういうところとはあの距離を置いてる方もたくさんいらっしゃるとは思うけれどもでも逆にそれぐらい一触即発みたいな状況で局 それでドリルのビートを作ってるる人たちもいるんだから確かに確かにそ,そこにちょっと思いをはせてほしいっていうのはあるし <laughs>、うん、そうですね確かにそれかもう俺にはこのドリルしかねえとか私にはこのドリルビートしかねえっていうのであれば、うん、あなたにしかラップできないドリルミュージックを作ってくれ、うん、頼むみたいな気持ちもあるそ,それはトラップビートも私が思うことは一緒ですねうん、うん。なるほどですね、うん、ーいやーまあちょっと いやもうねレジェンドすぎるんですよ。いややめてください。全然全然もう本当お母さんなんてやっちゃう。ちょっとすみません。いやでも本当にまあそのまあ結構まあこれ多分リアル結構まあその話結構されるとは思うんですけど、やっぱその女性このヒップホップってまあすごいやっぱマスキリンな感じじゃないですか。 やっぱ結構、気をつけてるんですけどフィメールラッパーって言われる方たちも増えてきてとかラッパーって言われてなんかフィメールラッパーって言われたりとかまあ人によってあるだと思うんですけどどうしてもその女性とかが少ない業界だと思うんですけど、はい、そこでお仕事してる中でどうですかねやりづらいですか,、うん、いやなんか本当 結構五分五分なところもあって女性だからファストパスもらえることもまあまああるんですよう本当に。例えば海外アーティストと男性が例えばこう真正面から行って「さ取材させてください」って言っても「興味ね」えって言われるけれども女性がちょっと頼んだらそっちの方があのチャンスをね。まあ逆にそれう あのひっくり返せばなめられてるってことなんですけど、まあ、女の子だからいっかみたいな感じでじゃあ10分だけ時間やるよみたいな感じで時間がもらえることが実際にあ,あるしあっただからそういうところではラッキーとか思うけど、まあ、繰り返すけどそうやって逆に女だからなめられてるぞっていうことでもあるから本当に。 もうどっちとも言えないなって感じだし、でも、なんだかんだ、やっぱ、男性同士でつるんで、そこで何かが決まること。<う>これはヒップホップ業界じゃなくても、普通の一般企業とかでも全然あると思うし、う学校とかでももしかしたらあるかもしれないけど、女子が何も言ってないのに男子だけでなんか決まっちゃう。みたいな。うそう。っていうのはやっぱすごく多いので、うんうん、で、あ、そこに食い込めばよかったとか、うんうん、そこに食い込んでおけばよかった、チャンス逃したみたいに思うことは、 多々ありますで、うん、まあ昔はそこに無理くり入っていって私も男性と同じオポチュニティを得ようと思ってたけど今もう逆にちょっとそういう元気ないしだったらじゃあ自分たちであの一緒にいて心地のいい人たちだけで無理しなくても、うん、あの自分たちのやり方でやっていこうじゃないかっていう仲間を増やす方がよくだなって思うこともあるしうん、うん、でも本当に女性は少ない業界なんでどんどんあの興味ある子がいたらちょっと。 あの無理かもと思ったとしても、ちょっとなんかトライしてほしいなと思います。なるほどですね。うん、ちょっと深く聞いていいですか。な、はい、められるから、な、うん、められてるからインタビューしてもらえるというのはどういうことなんですか。うんうん、えっと、うんとね、そのはね、私もうまくあの言葉で説明できるかわからないんですけど。 ちょっと軽んじられてる、まあ、どうせ女のだからその女の子とそれはなんていうの異性愛者の男性っていうことが大前提としてあるわけで、うん、あじゃあ日本に来たし、うん、ちょっと女の子と過ごす時間も欲しいから、まあ、別に俺にインタビューしたくて一緒に酒飲みたいんだったら、まあ、ウィンミンかみたいな感じで、ね、席がもらえるい実際フレンチモンタナさんにインタビューしたことがあったんですけどはい、はい、それは私もすごいもうは張り付いてたの彼が東京でミュージックビデオ撮 はい、現場に張り付いてこのタイミングだ,けだったらちょっとだけ時間もらえるかもみたいな感じ、うんうん、最終的に六本木の夜のクラブの VIP ルームでインタビューすることになったんですけど、はい、でもそれもじゃあ俺のモノマネはーんって言うじゃんフレンチモーターの話はーんのモノマネして、うん、このショット一杯飲んだら一問答えてやるみたいな。うん、で当時はやっ,てや,やってやんぞと思ってできるとか思って応じて質問とかしたけど後から考えたらあれクソなめられそたと思って。<laughs> やばとか思うんすけど。だ普通に多分さ、対等な、確かに対等な関係のさ、人が来たらさ、そんなこと言わないじゃん、絶対。まあ確かにしないよな。食べ、もうめっちゃ舐めてるからさ、確かに確み,みたいな。<そ>もう一回、はあもう一回、みたいな感じで、<laughs> じゃあ動か飲んでみたいな。<laughs> ういうなるほどっすね。う,うわ確かに、それはな。ラッキーって思えるか、 えみたいなまあ確かにそこの違いるなてんなって思うかはもうあなた次第だしそういう私を周りがどう見ているのかもまあ確かに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 あそこでわめっちゃフレンチモーターにがっついて志保さんすげえなって思う人もいるかもしんないけどやべえあいつまた舐められてんじゃんみたいなのまされてなんかからかわれて舐められてんじゃんみたいな思う人ももしかしたらいるかもしんないわけなるほどっすねああそういうのもあるんだ 経験はある。それちょっとなんかあれですね、ないな、でも結構。ないですね、それは。それはないな。でも、そういうことが実際。あったそうなんだ。え、でも、インタビューすれば、そういうことあるですよね。特に、その。海外の。アーティストって、大物じゃないですか。だから、もう、何やっても許されるじゃないですか。変な話。私、やっぱ。 特にこれが最初のジャパンへのビジットなんかすごい片言みたいなファーストビジットインジャパンだみたいなっやっぱもうさ楽しいからそうですよねもうフル楽しみたいみたいな感じだからインタビューとか受けたくないのよほんとに普通にねはいはいはいまあねだからちょっとお兄ちゃんからかってやんでみたいな感じでインタビューの席が開くみたいなそれをどう取るかっていう。なるほどね 結構大変だなでもそれはそうだねそれはもう本当十10年ぐらい前なんであれなんですけどそうでもまあそういうのを超えてきて今ここあるっていうのはどうなんですかその経験にもちろんそのもちろん全部プラスじゃないと思うもちろんねでも今やってみてとかいろんなとこのことやってみてきたと思うんですけどそういうことに関してはやっぱりねしぶとく続けるやつが いいいのかなって思ましたコツコツじゃないですけど私も十何年やってきてで結構今周りを見渡せば同世代でずっとヒップホップの裏方やってる女性とかレーベルの担当の方とかいるんですよ同世代の女性ちらほらと。でみんなやっぱ長いのずっといるの本当にずっといるなみたいな昔っから。なんでやっぱそういうやつらが。 なんかね、はい、だんだん徐々にこう席を自分の席をこう作っていってるんだなっていうのはめっちゃ感じますねでもなんかその例えば日本のじゃヒップホップのフェスしましょうってなった時に、うん、どうしてもやっぱ女性のラッパーって少ないじゃないですか、うん、それってまあアメリカでローリングラードとかやる時も同じだと思うんですけど、うん、でもそれってそもそもあの日本の例えばクラブとかバーにも女性のスタッフって少ないし、うん、そういうイベントやる あの裏方にもやっぱり女性少ないし女性のラッパーとか女性のアーティストを推す、うん、あのレーベルの関係者とかもやっぱり女性は少ないんですよね。そういうところにもちょっとずつ増えていけば女性もしくは男性以外のジェンダーの人が増えていけばまたちょっと景色が変わるのかなってめっちゃ思います。ん,なんかそれで結構面白いこと言ってたのが、うん、まあちょっとここについて聞きたたんですけど、はい、えっと。 女性のラッパーが増えれば女性の国会議員も増えると信じているな平井理央さんって方のインタビューに答えた時に言った言葉なんですけどなんか2023年の3月に私、ビルボードジャパンさんが主催する忘れた女性のためのカンファレンスみたいなのがあったエンタメ界の。そこで あの「フェスとジェンダーギャップ」っていうテーマで私はパネルディスカッションみたいなしてそれこそみんな知ってるその、えー、とサマソニーとかを作ってらっしゃるクリエイティブマンの方と、はい、あと「スペースシャワーの」の、うん、重役の方が集って。 でフェストジェンダーギャップについて話す、でもピンとこないでしょ、フェストジェンダーギャップ。それはフェスのラインナップ見たときに、やっぱり男性が多いっていうはい,はい、はい、フェスのラインナップに男性多いっすよねって、これちょっとやばめなんで、マジ変えていきましょうっていうのが、はい、まずヨーロッパを中心に今すごい、まあ、ちょっとムーブメントみたいな、えー、なってて、でってこちらとかも、もうちょっと男,、はい、男女比率というか、ジェンダーバランスもちょっと是正していきませんかみたいな流れになってるんですよね。でも多分日本って まだ全然そこまで実際に大きなフェスを運営しているその、えー、と会社の重役の方とも話してびっくりしたんですけどそのレーベルがあんまり女性アーティストに鳥いわゆるフェスのヘッドライナーをやらせたくないっていう話を聞いたんですよ。 でまあ、ちょっと話が飛躍してるかもしれないけど、うん、そもそも日本のフェスのヘッドライナーに女性のソロシーンガーってあんまりいなくないですかみたいな話になったのねうん、うん、で海外だとそれこそビヨンセとかビリー・アイリッシュとか,あか2023年のコーチャンでいうとブラックピンクとかうん、うん、いたけど日本のでかいフェスって本当にいないんですよ。マソ,ソニーとかも含めてたことですよ、ね、そうで いなくねって話になってでそんでなんでいないんですか、はい、みたいな話になったらフェスを運営してらっしゃる方たちが「いや」って「我々はオファーをするんだがレーベル側がそのフェスのヘッドライナーの看板を女性ソロアーティストに背負わせたくない」みたいなであの「やらせたいけどちょっと責任なんていうのそこにかかるプレッシャーがでかすぎます」みたいな感じで断られるっつってので結構びっくりしちゃってそんな理由とか持って。はい で多分それって、その、本人の意思はあるかもしれないけど、逆にレーベルの人たちが、いことすね、うん、ちょっとなんかひよってんのかなとか思って、<laughs> マジか。で、そこに、 それプラス例えばその里奈澤山みたいな、はい、すごくこうメッセージを強いメッセージを発するソロ女性のソロアーティストも日本にはいないっていう話になって<ー>結構昨今のフェスの世界のフェスのトレンドだと結構フェスに出るイコール自分のこう社会的ステートメントをそこで発表する場、うん、になっているっていうのもあ<ー>まあトレンドの一つではあるんですよね。へ<ー>で えと2022年のサマソニーでも、はい、そ,のそれこそ有形、まあ、で活躍するリナ・サワヤマがその同性婚、はい、もちょっとこうねあの日本でもちゃんと推し進めるようにしましょうみたいなことを発言して非常に話題になったんですけど、はいはい、日本はやっぱりその強い主張をする女性ソロアーティストが受け入れられないっていうあ確かに少ないイメージあるですねそうそうなんで、うん、ビヨンセみたいなレディー・ガガーみたいなアーティストは日本に。 いいないんですよねあんなスタジアムバーって本当そうでする、ね、言いたいことを言うみたいなのは少ないからはい、はい、それってやっぱりその女性の言うことって軽んじられるっていうかやっぱそのうるせえみたいになっちゃうんですよねーオーディエンスにしてみれば。でも それがどんどん変わっていけば、うん、その女性が発言すること自体がより受け入れられるそこに「あそうだね言う通りだその言うその通りだね」って言って賛同してくれる男性とか他のジェンダーの人も増えるとよりいいのではないかと思っててうそうすると例えば国会とかで発言するような女性ももっと増えるのでる<ー>って思ったんですよ。そそういういことか、はい、うわか確にそのメッセージ強く、うん 女性も限らず結構日本人ってでもあんまりメッセージ強いバーって少ないイメージあるすよね。で私もそもそも中学生の時とかにあんま J−POP にそこまでイントゥーしなかったのでやっぱそこなんですよ。なんか J−POP のラブソングとかも結構女性の歌うラブソングって基本受け身みたいな、うん、振られて悲しいみたいな彼に選ばれて嬉しいみたいな感じのが多くて。でもそこに来るとアメリカのまあポップ B まあ、当時の本当デスティネデズ・チャイルドとかもそうなんですけどなんかこう恋愛するのも全部自分に選択権がある前提だったんですよ。私が好きな人を選ぶみたいな彼が私を好きで私が彼を好きかは私が決めるみたいなそういうのもいいなと思ってズブズブとハマって。 に始めたっていうのもあるから、そう、基本やっぱ少ないですよね。日本の多分ポップソングとかアーティの歌っていうのは、確かにね、まあまあすごいなんかあれですもんね。まあ薄い薄い薄いとはしてか。でもなんか、やべやべこれは買ったし遅がり遅がりでもやっぱそうですね。メッセージ性少ないですね。なんかジェネラルにとりあえずみんながなんかあんまり考えなくてもみんなあなんかいいんじゃないみたいなぐらいのソフトな感じですもんね。J ポップって。 んかちょっとなーと思ってて学、はい、んで本当に例えば今だとそれこそちゃんみなさんとかみちさんとかみたいなソロア女性のソロアーティストラナーちゃんとかもそうですけど、はい、増えるとまたなんかいい方向まあ元気な女の子が増えるのかなみたいな。はい 確かに思ってます。でもエイビッチさんすごくないですか。もう結構俺今ヒップホップで結構もうほぼトップアーティスぐらいじゃないかなって俺思ってる。ね。はい。そうだよね。私もそう思ってます。すごいですよね。すごいです。あの人気は。ね。いやでもなかなか珍しいじゃないですか。でヒップホップ自体がすごいなんかなかなか難しくて日本のポップのシーンになポップのシーンって言い方悪いけどそのメインストリームに入ってきづらいようなやっぱ感じじゃないですかカルチャー的にも。でそれで。 でそれで本当にそういうメインストリームにいけるような人が男性じゃなくて女性っていうのはなんか結構なかなかないんじゃないかなって僕の、うんね、ブレにキングっていうか、ね、ゲームチェンジャーだなって思いますすねね、うん、そうででよ、ねうん、なるほどすね。 いやでもそれとかもエイウィッチさんとかもインタビューされたことはあるんですねありますあります、はい、ど,どういう感じなんですかえ<っ>？女神で,ですよとか言って <laughs> 安心してくださいみんなの好きな女神ですよっていう感じだし私はエイウィッチさんは本当に幸運なんだけど七年ぐらいずっとインタビューさせてもらってて彼女がアルバムを出すごとにインタビューとかさせてもらってるんですけど、はい、やっぱなんかなんていうの <laughs> どういう言い方があってるか分かんないけど今年その2023年にアリーナの単独公演を実現させて、はい、なんかアリ,アリーナの器になってる A チみたいななんかすごい、えー、やっぱ自分で多分意識的にその何、はい、て言うの自分が背負ってる看板のでかさに見合う人間に。 ななってるみたいなえそ,うなんそういうイメージが、まあ、すごい近くで会って話しててもんかそういうイメージがありますね進化してるみたいな、えー、すごいです。で彼女もやっぱリリックでもその若くないみたいなことをやっぱ再三言っててで、まあ、実際まあ30も後半に差し掛かっていうかまあ30代後半なんですけどやっぱりそこへの。 あのいい意味でのプレッシャーとか焦り、うん、みたいなものがやっぱり彼女はそこまでそのギラギラに研ぎ澄ませていってるのかなっていうのはちょっと近くで拝見してて思うところではありますね。ねある程度やっぱ年齢重ねてブレイクしてるからそれもすごく彼女にとってはいいことだったんじゃないかなって思ってて、うん、なんか周りの意見に左右されないっていうか、うん、もうすごい確固たる自分の人生を背負ってラップする準備がもうできてたみたいな感じがあるんで非常に いやでもそうですよね結構やっぱブレイクしたのも,もまあまあ遅かったっす、ね、ですね。だって30を超えて、はいそう そううでですすよねい<う>いやでもすごいと思っだからそこまでできるのもなかなかね,ねすごいと思うしさやっぱそのなんか,なんか、まあ、トレンドは強いじゃないですかやっぱどうしてもヒップホップってトレンド強いジャンルだと思うから、はい、なのにやっぱちゃんとそのメッセージ性を持って自分が思うことちゃんと歌詞にして、はい、じゃあ,まあ20代とかじゃないけどうん、うん、ちゃんとそこでみんながリレーとしてみんなが好きな曲をちゃんと作ってあそこまでなったっていうのは やっぱすげえな<い>下積みがあんか女走期間が長かったからだからこそなのかなっていうふうにも思うっすね、うん、なんか今日ここ来る時も私ニッキー・ミナージュの最新アルバム聴いて「はい、あピンク・フライデー・チュー」ってやつ、ねはい、それもさニッキーもさ41歳の誕生日に「ピンク・フライデー・チュー」を出してるんですよだからすげえ元気しかもニッキーとかもいつもすごい衣装とかもう。<laughs> なんか見えてる見え,て見えちゃうよみたいな感じをすごい衣装とかなんてするからかかそうもう本当にもう年齢を逆に言い訳にはできないんだなって思いましたね。ねいやもう私39なんですけどいやもう39なんでとか40なんでとかじゃねえんだなみたいな <laughs> 動き続けなきゃだなみたいなめっちゃ思いますね。<laughs> 若者に譲りつつも自分は動き続けなきゃなって。<laughs> うん、はい いやなんか結構なんかすごい海外ね言い方は難しいけど海外とかでやっぱりいろんなこと経験された風な雰囲気はあるんですよ。それはね風な雰囲気は出してるんですよ頑張ってジェネレートしてここで作ってこうやって。でもぶっちゃけ本当あんまなくて初めて海外なんか数日間ステイしたの。 はまあ、小学生の時におじさんがデトロイト住んでてそこに家族で旅行行ったとか、はい、高校生の時に。 オーストラリアにちょっと数ヶ月ホームステイしてたとか、<ー>それぐらいの薄い経験しかなくて、<laughs> でそっから先は学生になってから自分でちょっとお金貯めて、はい、ニューヨークとかトランタとか行ったり来たりみたいなことはしてた<ー>はしてたんだけど、でもそんなもう何年も住んでましたとかはないです。はい、そうなんだ。そうなんで逆に本当に普通にこう、うん、中学校高校の英語の勉強プラス大学の英語の,英語の勉強とかが 基礎って感じで,<ー>でやっぱりその海外のヒップホップにめっちゃハマってたしうん、うん、であと彼らのことを知りたすぎてめっちゃ映画とかもやっぱ見てたんですよ、はい、そういうそ,そういう映画をだからなんかそ,そういうところで地道に英語勉強してうん、うん、じゃあ実際ニューヨークとか行ってみて、はい、えと英語で話してとか、はい、それこそあの 来日したアーティストとちょっとしばらくあの話してそこでちょっと英語のうん、うん、英語のレッスン代わりじゃないですけどうん、うん、そういうところでちょっとなんか感覚掴むとかすげえなそういう感じやってたですね。はいはい。うん、えどうやってでも勉強したんすか。はい、やっぱそのなんか結構いると思うんですよ。なんか結構やっぱね。はいはいうん 周りとかでもやっぱ英語喋れるようになりたいなっていう人とかも結構いてまあ本気度は人によって違うと思うんですけど結構そのやっぱ u s 好きな人とか、うん、ヒップホップ好きな人って多分そっ,そっち英語勉強した人が多いと思うんですけどそ,<う>その勉強したやり方とかやり方っていうかう、はい、一番早いのはやはり、ね、のその学びたい言語を喋る恋人を作るのがあやっぱみんなそうですよね一番最短最速って感じはしますのと。はいはい えとあと私がちまちまやってたのは歌詞を書き写すとかね <laughs> <ー>とかやってたのと今 YouTube とかティック o k とかあるからやりやすいと思うんですけど私がよくやってたのはこれね前もどっかで行った話したことあるんですけど私さ グラミー賞とかさ、アカデミー賞とかさ、ああいうアウォールズが大好きで、そこで好きなシンガーとか、あの、アクターの名前を入れて、例えば、ビヨンセグラミーアクセプタンススピーチとか、タラジ・ピー・ヘンソンオスカーアクセプタンススピーチ、その受賞のスピーチをググるんですよ。ググる通過、YouTube で調べるの。で、そんで、まあ大体字幕つ ついいてるじゃないですか最近の、ね、字幕パッて CC のキャプション出すじゃないですか。そで,、ね、でそんで英語のキャプション出して、はい、マジで自分が受賞した、はい、あのアーティストとかになりきってめっちゃそれをしゃべる。<laughs> <laughs> Thank you God, Thank you, God. <laughs> っていうなんかそれをひたすら風呂でやるみたいな <laughs> それをすごい好きでしたでそうなんですねそれでも実際シャドーウィングっていうよく通訳になりたい人とかがやる勉強法なんですけど <laughs> シャドーウィングっていう勉強法があって <laughs>、はい、それはもう話してる英語を自分で追いかけて喋るんですよ。 サニートデイみたいなことを言ってたらそれをあの瞬時に繰り返して「It's Sunny Today」みたいな感じで自分でリサイトするへ<ー>シャドウ,ウィングとい勉強があって、はい、それ多分シャドウ,ウィングでちゃんとググったらちゃんとした強とか出てくると思うんですけど<笑><笑>なんでそのシャドウ,ウィングをひたすらそういう自分の好きなコンテンツでやるみたいな、はいうん、そうすると結構生きた会話じゃないですけど <laughs> <に>あとすごい私めっちゃカーダシアンのさティッショをぶつったから、はい、ひたすらカーダシアンズを見て <laughs> あ生きた絵描い みたいなこういう言い方するんだみたいなゴージャスのことゴージって言うんだゴージゴージそういうあのんていうの地道な地道なね確かに確かにはいのでやってましたねでもいやでも一番それが早いと俺も思うっすねそうねまあだから好きなことで勉強するの絶対そう絶対そうだと思う好きなコンテンツを見つけるって超重要だと思う俺も 中学校の頃とかめっちゃ得意だったんですけどやってたのが俺映画めっちゃ見てたんで映画のセリフととかを自分でっっ言てたそういうのが筋肉になってきてるなって思うけど最近海外アーティストと接する時間もどんどん減ってるし自分が海外に行くことも減っちゃったからなゃ喋れなさに結構自分でびっくりしちゃうのでなんかリハビリ必要だなって思ってます。ない どん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 落ちてくすからねやばいっすね聞き取れなくてこの年の夏ニューヨーク行ったけどめっちゃ聞き取れなくてマジで本当にやっべーみたいな死ねると思って死ねるーってやり直してみたいな感じで10日間過ごしてましたそれは何の旅行だったんですか家族旅行っすねコロナ落ち着いたら海外 ちょっと、ねうん、あの行きたいなと思ってたんで、うん、子供も生まれたしブルックリン行くかみたいな感じで、ね「イかちーなブルックリン行くか」って「ブルックリン行くか」<laughs> かくかっつって「ビヨンセ見に行くか」っつって,ってそうなんだはビヨンセを見てきました、えー、やばーそうですよね、うん、妊娠されてあそうそう,そう妊娠されたんですよ2019年,かな2019年に妊娠してで妊娠 初期にめっちゃ座りで「上みたいな時にバッドホップと LA に行くっていうめっちゃすごい素晴らしい主張があってマジでずっとくっそーと思いながら座りねーと思いながら <laughs> 座りでビンゴくんとかがレクくりしてた <laughs> 座りねー,ー,ー。そ<こ> 翌年出産して、はい、うんって感じです今3年ぐらい経ったっすね。えーはい、そうっすよねすよやっぱお子さんとかもいるとやっぱどうですかね、うん、家庭とか。いや家庭はいいんですけどやっぱその夜出歩くあんな週5とかと比べてたのが <laughs> マジで月1ぐらいに今なっててやっぱそれがすごい歯がゆいっす。でうん、うん、だからそれもあってやっぱもうクラブとかはもう自分の居場所じゃねえなってやっぱ悟りました。うん やっと39になって <laughs> やっぱあれは若者の場所だなみたいな私じゃねえわみたいな <laughs> そう何か前もだたまにハーレムとか渋谷行くと、うん、もうフロアまで行けないですもんなんかもう<え>若,若,若さがこう<え>でなんかちょっとび自分でもびっくりしたけど <laughs> リルーズ・ジーバートのジャスバナロックがかかってた時があったんですよもうさ固まっちゃったのもうどうやって乗ればみんなこう,こういうの言ってるじゃんみんな <laughs> そうそうそう <laughs> できねえみたいなやばいと思って自分じゃねえみたいな失礼 <laughs> しましたみたいな,うなんみんなすげえさ合唱とかして、はい、あのそういうれこそなでそうびっくりしちゃって本当 <laughs> <laughs> に「せしゃしゃ」みたいな感 <laughs> じで「ますウーロンハイ飲んでます」っていう気持ちになりました、ね、そうなんですかで若者のためのヒップホップみたいな。<laughs> そうだか、はいうん、いやーでもまあこれからやっぱでもねラジオとかもラジオとかも結構やってるんですよその話も結構しようと思ったんですけどブ<の>ロック FM? と、ね、か今ベイ FM と東京 FM でもやってます。はい、あれなんか、うんか明日んナナちゃん

いや、これ、これは十二三年続ける。 っていうことで。いや、確かに、俺それちょっと想像できれえな、あれは。やばいよね。やばいよ、本当に。気づいたらやばい。素に戻るとやばい。ずっとやってんなみたいな。じゃ、確かにな、ちょっと、あ、ま想像できないかもしれない。その先、どんな感じなんかもう、俺もわかんない。もんじ明日どうなるかわかんない。自分が四十歳になって、普通にヒップホップの新譜とか聞いてるって、あんま思わなかったですもん。ああ、そっか。でも、掘ってるからね。そう、ずっと。だから、やべえみたいな。 <laughs> いやマジ変わんないなって思いますた。え <laughs> や,やっぱ今も新風掘ってるんだ。そうですねやっぱそれはもう仕事のためでもあるしあああ、ね、でも普通にやっぱ楽しいですよね本当ジャスワのロックで乗れなくとも、うん、こういうのがあるんだみたいなすごいどんどんあのリリックの単語数がどんどん減っていくみたいな <laughs> <laughs> リュージュバートそう。 <laughs> そういう感じよいやそれまでギアですよね、うん、やばい BPM がどんどん速くなっていく、ね、<laughs> BPM どんどん速くて単語がどんどんってやばいみたいな普通にやっぱおもろいっすしあとなんか私の今の時代でやっぱおもろいのは四十代五十代のラッパーも増えてきてるからそれは国内外問わずね、うんうん、なんでそのそアラサーにはアラサーのアラフォーにはアラフォーの、うん、ラップがあるっていうのが、はい、めっちゃなんか 心強いすなるほどねそういう時は「コさのラップ聞こう」みたいな「ンガ流のラップ聞こう」みたいな気持ちになるです。なるほどですね。そっか。えちょっとあのまあ結構長くお話ししてだいてすごい楽しい回になったんですけどこれからのんか目標なのかもう長くやれてると思うんですけど今回やりたいこととか新しい挑戦なのかこうしていきたいんだみたいなヒップこうなってほしいんだみたいな分かんないですけど展望みたいなちょっと最後。 はい、ありがとういます,います。若者に席を譲りつつ、<laughs> はい、でもまあちょっと私なりに温めてるた席ではあるので、まあ、はい、こういう話したりとかヒップホップについて伝えるということは、うん、なんで、うん、本当アイザックさんみたいな。はい あの熱意のある若者にそういう席をどんどん譲っていきたいっていうのと、まあ、私も私で今までその「うわっばうっせえ」みたいに言われるの嫌だなって思ったけどうん、うん、もうそろそろバばうっせえのフェーズにいっていいのかなって思ってるんでちょっと今までなんか、まあ、さちょっとこの先の収録でも話したようなちょっと積極臭いこととかも言ってていいのかなみたいな <laughs> いやもう言っててい,いと思うすよ <laughs> 気持ちなんでそういうところはありますね。<laughs> はいまあととややりりたたいいことはちょっと来年以降自分が40歳になってからやりたい ことっていうのがいくつかあるんで、まあそれをちょっとあのめっちゃ今まで腰が重かったんですけど、はい、ちょっとずつやっていかなきゃなって思っているところです。<ー>うん、その辺のそのまあ告知だったりだったりとか、はいうん、そういうのとかはこれからちょっとお楽しみに聞けるんですか？うんうんすね、特にない告知とかは具体的な告知は何もないんですけど、はい。まあ、でも, <laughs> でもうか、うん。このブームみたいなのやっぱブームで終わらせたくない,ない,はい、はい。そうですね。はい、感じがあるんで、まあちょっとできる範囲でできる範囲のこできる範囲のことをちょっとやれたらな継続して、うん やれたらなっていうのはちょっと思ってますねなるほどですね、うん、なるほど、はい ということで、皆さん、今回、この、志保渡辺さんという方について、あの、まあ、逆にしちゃったけど、大丈夫です <laughs> なん知ってもらえたと思うんで、これからのまあラジオだったりとか、まあ、もうね、さらにヒップホップディグリーだったら、もう絶対聞いてください。ありがとうございます。はい、マジで、はい、いろんなアーティストの話も聞けると思うし、まあ、ヒップホップことめっちゃ知れると思うし、まあ、ここからのね、いろんなこともあると思うんで、ぜひぜひあのソーシャルメディア、うん、ツイッターとかも結構アクティブですもんね。うん、そうね、そんにアクティブになります。イ, <laughs> インスタグラムだったりとか、はい、あと、どういうのをフォローしたら。いや でも,もうね TikTok とか触ってないんで X もしかも、まあ、インスタが一番インスタが一番ス,ストーリーズが一番アクティブかな<ー>、はい、なるほどですね、はい、じゃぜひぜひインスタグラムをフォローしていただいてラジオを聞いていただいてこれからもぜひあのフォローしていって見てもいただけたらなと思いますので、はいはい、今回は本当に先輩としてありがとうございました <laughs> ませんありがとうございましたありがとうございましたとい,ま、はい、ということでまた次回のエピソードでお会いしましょう Peace!